おはようございます。てんてん正直78ページ目ですね。今日ね朝からお腹痛すぎて乗り換えのとこでね頑張ってトイレしてね速攻でねダッシュ速攻で拭き取ってね電車乗ろうとしたら目の前で扉縛って一般入場からのスタートになるんですけども、今日はね打ち台決まってるけども空いてる、絆行きたいけども、今日はですね絆からスタートしていきたいと思います。ちょっとね最近本当に一応勝ててるけどちょいプラみたいな展開がずっと続いてるのでバック勝ち狙っていきます。前日あんまり回されてないですね。お願いします。はい、おはようございます。天天の成長一期78ページ目ですね。1枚目失礼しますということでですね、今回バジリスク絆2ということで、前回何言ったんだっけ、窓2 2回連続ってみたいな感じで今回ちょっと絆2連続いっちゃおうかなと思ってるんですけども、今日ね絆の稼働がなかなか高くて7台中5台稼働しますね。で早速 BT 入ってるバジリスク、あ巻物無理でね、フォロワーさんにねクリスマスプレゼントでブランケットもらったんです。絆のめちゃんこかわいい、多分今写真載っけてると思うんですけども、もうねなんか今日それで勝てる気がするんだよね。もう設定なくても月下殲滅フリーズでなんかどうにかできそうな気がするっていうのを毎回言ってるけど引けたことないけど頑張ります。夏これはね当たってると思うんだよね。おー109ゲームで、4回目のバジリスチャンス、グループ4 2回チャンス目2回、しかもグループ4出てからのチャンス目2回なので D にいる可能性めちゃくちゃあり。いやジャンプ白なの、マキ待てゲロ圧弱地かな、で弱地から入ったこれ多分この次をね熱っ。さあ、なんとか天井ギリギリ、残り150ゲームで天井だったんですけどもいただきました。一発目のバジリスクタイムで出てきてほしいのは了解、いきまーす。一戦目あーどうだ、つきそうだな気がするんだけど、つかないってことはモード C だったのかな。あー安定超安定普通超普通、赤文字、あさすがに大丈夫じゃないか。これ外れるときは外れるんだけども大丈夫な気がする。夕方らしい、おーい、とりあえず単発回避です。ありがとうございます。14本まくりに行くんでよろしくお願いします。おー一応帰国収集、いやでもねこれは期待しちゃダメよ、詐欺の帰国収集だからね。一応競り合いでもね俺は期待しない、源之助は本当に人のこと簡単に裏切るからね。最高ヒールで突破すごいよ、桜舞うよ、強チリ欲しいよ、あいや共通ベレット取ってく、うますぎる。4戦目まで行けば絆5分、もう1回アシストくれる、2つ目も取りたい、2度目はならず。さあ予告、待てこれは継続率というかなんかすごいよ、ごめんなさい漢字読めません。3戦目4対4、さあナビなし、これ絵にしだったら激アツ、うますぎた今のは、あーもう豪華すぎる、えちはい278枚で、これ多分ね曲流れるよね。4戦目も継続確定だと思うので昼突破してまた夕方から良い湯で赤色のランプ、青水地の巫女、さあここ、前回の絆の動画で言いましたが追走開始 0.4% おぼるチャンス、さすがにないけど往復ですね。絆レベル2以上プラス、3の期待度アップ、絆レベルといったら、3から
あれ3かな、絆効果がついてくるんだよね確か。まあ、そもそも4戦目なんで、絆効果ついてくるで、こう2つ目にしたいけど無理。もう一回予告。あー知る。で巻き物引いてくる。これ BC 取っていきたいんだけども、強いエンス弱い。ないかこの次。ああるかもあるかもあるかも。ないね、一肌地獄。矛盾じゃないかこれは。ちょっと待って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 、夕方昼矛盾してるよね、継続確定だよねこれ。あ超普通だ、エッグ。ちょっと待って待って待って、超普通でしょ。ここから DCDC 待って待って待って、伸ばすチャンス。頑張って、継続確定じゃないわこれ、普通に負ける可能性もあるわ。で巻き物引いていきたいんだけど無理なんだけど、待て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 、ここ本当に伸ばすチャンスだから、赤文字だったらさすがに大丈夫よ、夜ステージだからね。どっちも赤。あのこれね、あの前回の動画で赤文字オーボール外しましたけど、さすがにこんだけねステージとか全てが整ってる状態だったら大丈夫よ、外すわけがない。まあ絆降格は生かせなかったけども、超普通なのでつい夕方です。超普通引いたんですけれども、6戦ですね。もう出場、まあでも投資14本で600枚だったんでほぼほぼプラマイです。あっちー、熱っ。絆だよねこれ。32ゲーム2回目のバジリックスチャンス、軽いでございます。ただ通常なのでバジリックスタイムは巻き物とか引かない限り入らないと思います。赤い色のランプシロー、あ100人、あこれ入ってるよ、入ってるよ、入ってる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 、え？なんで入ってんの。さあ、激辛です。65ゲームで2回目のバジリスチャンスでいただきました。本日2回目のバジリスタイム、てんてん。さあ、絆玉一つ持った状態でいきます。1戦目早速ナビなし、6対4、任天堂。さあナビなし、ベル、あ今日でもベルねすごい仕事してくれるから頑張ってほしい。安定超安定、普通超普通。あ絶対共通ベル。巻き物即反転、まあ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 絆降格ではないんですけども、これは取れてるんじゃないかな、チャンスアップ欲しい。 OK 大丈夫、いけてるよねこれ巻き物から。あー単発回避。さあこれで投資分はまくりましたね、14本。 OK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 、 無理か無理か。あーおいゲーン好きよ今日。オーケー、これで4戦目ですね。絆攻撃ついてくるんで、そこで生かしてどんどん伸ばしに行きたい。さあチャンス目いきました。これ激アツなんですよ。4戦目これから絆攻撃ついてくるんで、5ゲーム最低でも5ゲーム間ね、同色攻撃に入るんで激アツ。いきます4戦目、ナビなし。あここマジマジ熱いから、ナビなし、クソ熱っ。弱チリ、これで BC 取れたら同色です。さあおぼろナビ言ってる、まず煽り頼む、取れてないですね。一角決めてく、これ同色降格終わってるかな。チャンス目で5ゲームか10ゲームか15ゲームとかの振り分けだと思うんですけど、どうだ。今ねお隣さんのフォロワーさんのおぼろチャンス中の BC 激アツすぎて目線がどうしてもそっちに行っちゃうんだけど、集中します、同色持ってきます、お願いします。はい、まっすぎ。さあ頼む、同色腕。おーっちー、これで 25% でおぼろチャンス僕もできます。
8位中尾慎しか決めたい、天才かもしれない今日。ワイルドアイズチャンス、いやワイルドアイズはないか、ミズキのミコだね。 25% で溺るチャンス、いきます、僕も入れる。あっつ、マジで嬉しい。これさあ6戦目で、ここ勝てればまた7戦目に絆降格ついてくるプラス、超安定だった場合ね、ここから次夜なんで、まだどっちかわからないから頑張ってほしい。巻き物引きます、お願いします。それは次戦のリエタだって絶対取ってる、取れてるよね、最高すぎる。あ、同色、青同色、青同色、いや同色ね、あれ絆降格、いや同色降格今入ってなかったと思うけど、まあラッキー。さあ同色中です、2分1でストック、いや弱いか、弱いな、あ強かったわ、 ありがとうございます。これで、曲流しながらおぼろチャンスに入れてストックしまくってワイルドアイズ流しながら完走エンディング、すごい夢のルートが見えてきたので、ここ超大切です。 25% でおぼろチャンス、ここは下手くそなんですね今日。7戦目、さあここで、安定か超安定かが分かるんですけれども、超安定だったらマジゲロアツだし、これのナビなしも熱い、ベール降格、もう一回ナビなし、さあ夜、あシナリオ安定ですね、待ち、ここで 1,2,3,4,5,6,7、 ここで絆降格ね、これを、BT 中総任中に引きたいの、そしたらユニメも 2% 増えるから、幼少期エピソード。さあナビなし2連続何か引きたい、マジチェリー、マジチェリー頼む、え、ね、噛み合いすぎなんだけど、本当にすごすぎなんだけど、いい7だよね、あー気持ちいい、あーいいね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 、いいね、よー赤文字欲しい、2回耐えたね、大丈夫じゃないかな2回も耐えれば、いやー源之助先生、あー多分大丈夫だと思う、つか大丈夫であってほしい、願望、よし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 、さあこれで、あと一戦勝てれば超久々のエンディング、マジで見たいからお願いします、お願いします、はい、今のは継続したれば、待て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 、4対4はあまりよろしくないのでは、最後に脳汁ステージ矛盾、いやー怖すぎる、これはちょっと一応チャンス目いくけども、チャンス目じゃないんです、いやー頼む源ちゃん、でも4対4だからね、ちょっと無理そうな気が、本当にいいの赤文字で、しかも天然先生8割ぐらいはあると思うんだよね、ありがとうございます、超久しぶりにエンディング確定で、ここね13戦目ね、設定差何かしら出るんで、結構ね本当キス 5か6ぐらいあるんじゃないかなと思ってるんで、いいボイスマジ頼む。で昔よくあったその13戦目に謎終言、それもちょっと期待してる。さあ、13戦目は、継続確定です、いきます、いい画面、うん、偶数しさ、偶数なのかい、ほら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 、やっぱりねあるんですこの謎終言、13戦目なんなのやっぱたまたまじゃなかったのこれ、あるんだわ13戦目に終言出んの、はい、さあこれで生かしていって、2400枚出し切ります、お願いします、やしゃまるを、ジャッチリ、わしを撃てるか、ホタル、
あー発展した。祝言の下手くそさはマジでやばいんだけど、ナビピカーンのベルはこれは取れてる、しかも赤文字入ってる最強を OK、 共通ベルも引いてく OK、 青い色のランプしろ、水血の巫女流れてく、あつハサミ二角、あ失礼しました失礼しました、すごい恥ずかしい。1585枚ワイルドアイツ、めまいしたわ。さっきの多分同日通りしてたのかもしれないですね、うん、すいませんでした本当に。あもう暴走、いやここで巻物引くのはちょっとねやめてほしいね、総人中に引いてほしい。偶数した、偶数なのかな、じゃあ246、お隣さんもねすごい偶数っぽいな、すごい綺麗、虫キングって感じ、すごいいい挙動してるんだよな。ワイルドアイツ忍法長、いやー祝言はねマジで活かせらんない、むずすぎ。初代絆より全然ほらこういうタイミングで引くよね本当に。偶数資産めちゃくちゃ出るんだけど15戦目、もうこんだけ出れば多分偶数でいいのではないかなと思うんですけども、はい、いやーまあ感想とはならずだったんですけども、久しぶりに見れました、来世開講、朝からね、ご苦労様でした、源之助さんとおぼろさん、終了画面1ですね、1と2は見たことあるんですけども3が見れてないです、3が見れたらユニも 1% 増えます、こっちか3目指していきたい。ではあーボイス出場、とりあえず、ね、一旦お昼飯食ってから、次に備えたいと思います、休憩直前だダッシャー。ということでですね、グラフがスプラッシュマウンテン、あびっくりした。もう急降下急上昇急展開ですね、すごい下がってめっちゃ上がってめっちゃ下がってみたいな感じで、同色に同色だよね、同色なんだよね、どちらにせよ、いやー一応モード C 以上ではあるんですけど、ランプ矛盾白出たんでモード C なんですけども、今あったのが広角でも超広角でもないのでちょっと入るか入れなかったらね、入らなそうな気がしてならないんだけど頼む、結構飲まれた、ゲーム数天井で4回目のバジリスクチャンス、いやボイスあんまり強くない、あのランプみたいだったら大丈夫かな、さすがに一応持ちメダルです、まだでも2000枚ぐらいは多分持ってるので巻物ランプ緑だったら大丈夫な気がするんだけど、無理じゃないかね、これランプ緑だったんだけどもチャンスアップなし、あらまあ、スルーしましたって考えるとこれもやっぱり上じゃないよね、弱地49分の1ですね、設定1以下 BC が、赤7の青10なんで3か5だと思うんだよね、テーブル BBBCBCDなるほど、全然やめていい台だね、やめていい台ですね、これどうしましょうか、これレアくね、ちょっと待ってちょっと待って、謎当たりしたんだけどこれはこれで謎当たりしたんだよ、多分リプレイでどう謎当たりだよね、リプレイから謎当たりか、56ゲームいきますお願いします、ゲーム数天井スルーしてるからね、プチュン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 、赤赤赤赤赤赤、これは見事チャンスアップスリフ賞、異色なの
ただランプ緑なんなん。いや、ランプ緑でもね、今日のこの台のランプ緑の期待度は詐欺だから、今日チリ引いてく。おー、行くんじゃないこれ。あ、行かないんだ。いやー、緑詐欺が多いな今日。ああ、どうだ、次の赤いフット入るか入れないか次第。あ、最高。あのね、僕本当オカルトなんですけど、ゲーム数展示をスルーした後ってすぐ当たりやすい気持ちね、56ゲームの1回目のバジリクチャンスでいただきました。本日この台で3回目のバジリクタイムですね。天然、まあまあ仕方ない、仕方ない。え、これ800いった。あ、ゲーム数展示を、本日2回目ですね。しかも一番嫌なやつ、花火柄発展は BT 確定、ありがとうございます。モード C だったからね。オーケーオーケーオーケー、写真撮ればよかった。かわいい係長、ちょっと変態。ゲーム数店長からバジリスタイムいただきました。花火柄だったので BT 確定。私は信じておりました。チャンスボイスですね。あとタイトルクラッシュも、BT 確定だったので、まあまあまあここで2000万円ぐらい出せばプラスに戻れるんで出す。はい、ゲーム数展示とかですね、本日4回目のバジリクスタイム、時間的にと設定面的にこれが最後でもいいと思ってます。やっぱり最後、優秀の美を飾るのは天然ということですね。天然超えてスーパー天然お願いします。あの本気出していいですかね。本気出すと適当に叩いちゃダメなんですよ。毎回溜めて叩くと巻物が来たりする時がある。全然無理だ。待て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 、おごろう。今のは赤文字じゃないけど8割9割ぐらいあった気する。え、大丈夫、おぼろ出てるよね、おぼろ出てるよね。こう巻物引きたいよね。強チェリー、待って、おぼろおぼろ出てた、おぼろ出てた、おぼろ出てた。やめよう。さあ39ゲーム1回目のバジリクスタンス超広角中華ですね。でもちょっとやめようかなと思ってるんで、ランプの色とボイス次第では源之助とおぼろどっちにしようかなって感じ。良い湯で、おーおーおーおおお、続けといてよかった。ランプ赤ですね、外した場合設定しごろです。でもほとんど外れないので BT もらってます。ここで伸ばせってことだよね。さっきと同じパターンだね、これ。はまってからすぐ終わって、でそこからさって当たってるの。333、444、555、666。まあまあ、とりあえず、2000枚出します。はい、激辛でございます。39ゲームの1回目のバジリスチャンスでいただきました。本日5回目のバジリスタイム。この台、奇数っぽいから激闘来る確率高いです。点々。取り返せてはないけど、結構復活したよ。OK。あー、チャンス目4次ゲーム、これは追うわ。あ、2連続で200何分の1引いてく、すごい。チャンス目の確率256分の1だっけ。とりあえずさっきと同じで、今チャンス目2回引いたので、とりあえず1回 BC 当てて、まあ、おぼろか源之助でやってやめるかどうか決めます。でこれ結構何回も言ってるんですけど、1回目ね、モード B の確率が一番多いのでテーブルの中でね。なんで2回も引いたら C、あよくば D まで行ってる可能性もなくはないから、僕の場合は100ゲームぐらいでやめようかなと思ってる間にチャンス目2回ぐらい、1回か2回ぐらい引いたら追っちゃう、当たるまでとりあえず。でそうやって言ってるとだいたい400ぐらいまでハマって、結局天井まで追わなきゃみたいな流れになるのがいつものオチ。あー、 OK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 、 モード C 以上ですね、これマジ刺しに行きたい。ですね、323ゲームぶりの巻物ですね。このニューリフ感始まって初めての巻物引きました、マジでって感じ。超広角の時も一切引けないです。これも外れてるよねきっと。いやー、もう当てよう、これモード C だからね。でしかも超広角中だと思うから、モード C の超広角中チャンス目2回引いてます。赤隅超広何回もありました。
うれしゅうでいけるか。ええ一番だからランプ白なんだけど、それは草。あーしんどい、頼む、もう何でもいい、何でもいいから早く入って。おーマッキー、曲は流れず巻物からぶっ刺したですね。まあまあまあ持ち目ならもう今日1日であるとは思うんですけども、ちょっと減らした分取りに返したい。500枚、最低でも500枚。あー頑張って1000枚いきます。これで最後にします。本日6回目のバジリスタイム、2回目のバジリスチャンスから入れました。本当につらかった、もう最後お願い、てんてん。1戦目テンゼンか地虫、私を取っちゃと侮るでかり。待て、激アツだって。これ何で取ってんの、これおかしいもんね。ベルでこのエースが来て止まってるのはおかしい。引いたとしたら準備中のジャクチェリーだけども、それで取ったってことか。ボクスお願いします。月下殲滅もしくはエピソード、え、そうだよね、ジャクチェリー腕。あーはい、ドキドキ。弱チェからすかね、多分赤同色。あ待って、しかもさ、ちょっと待って、これさ水槽の時中にチャンス目引いてたんですよ。でもし10ゲームとかの継続の選択されてたら、弱チェリーでの BC がもともと同色だった場合、おぼろチャンス確定なんですよね。同色降格中に、元が同色だった場合の、同色降格中に引いた場合は、おぼろチャンス確定なので、これワンチャンスある、おぼろチャンス。今何会話成立した俺自分でも何言ってたか分からなかったけど、とりあえずおぼろチャンスに若干期待してます。よし、発声練習から。おぼろチャンス、よし、いきます、言わせます。任せてください。これまくれるっす、ここで、8個乗っけます。まずは BC から。1つ目、祝言2つ不足するからね俺。さて残り5ゲーム、 OKOK、 これ取れてるっす。嘘です、2つはやばいよ。さてナビなし、まず来よう、ナビなし、ナビなしから。あ待って、本当にやばい、2つ。ラストなんだけど嫌い。チャンス目引いた、分かってるよねゲン、お前の 愛人みたいなやつがせっかく頑張ってくれたのにお前が頑張らなきゃな、男としてダサいんだぞ。ここでレア引く超ドキドキした。待て、ゲンノスケ頑張れよ、本当にゲンノスケ。まだね、同色続いてるからね。2人は仲いいでしょ、継続は嬉しいけど、まず BC。 あらら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 ら、あのおぼろかわいそうだね、こんなお前浮気だよ。
かな。無理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 、頑張って。あ、まあまあまあハマった分戻ってきたって感じですかね。でも参りましょう。はい、435枚もうやめよう。さすがにさすがにやめる。さあ、ユニメも見ていきたいと思うんですけども、ソープレース4623ゲームの弱チリ48分の1ですね、設定1以下、BC の色赤11青15、赤同色に青同色3なので、設定1の場合はね赤を均等なんですけども、3と5の可能性が高いですね。設定が3か5なんじゃないみたいな感じで、テーブルはやっぱりね奇数テーブルばっかなので、本当に1、3、5のどれかなのかなって感じですよね。ただ一番最初に完走した時に偶数試作画面効果集が3回も出たんで、あれで偶数かなとか思ったけど、意外とあれはそこまでね気にしない方がいいのかもしれないって今日思いました。今日はこちらで終了するんですけども、明日も船橋店さん、第1プラザ船橋店さんでの実践なので、今日はこの辺にしといてやります。明日バクラッシュ期待しておいてください。お疲れ様でした。プラスだからね、もう6連勝ぐらいしてる多分。すごい。あ、魔導通すごいねこれ。4100枚一撃ですね。今日何が一番やばかったって、これガロ黄金騎士4分の2で1台、6000枚出てます。さらに、もう1台がですね4000枚。すごすぎ。あとは今日、12月15日なんですけども、5のつく日っていうのもあってか、ジャグラーがやっぱり強い。ファンキーこれ超綺麗。ビッグ18バケ18の2000枚。あとは、ディスクですね。ディスクも1台すごくて3700枚ですね。でこれすごいのが4日前、6800枚、6100枚出てます。噛みました。あとはアイムですね。アイムが一番ジャグラーの中で目立ってたな。これすごいね。3000枚のビッグ21バケ21、その隣の台も、2900枚のビッグ21バケ14。素晴らしい。あとはこれかビッグ14バケ11のアイム1800枚。という感じで、明日も船橋なので、2連戦頑張ります。連勝記録、100連目指したいと思います。お疲れ様でした。